今回は、なんか、クセ毛の、ちょうどいいマリカさん、モデルさんがいらっしゃったので、クセ毛のいろんなカットの仕方とかあると思うんですけど、 YouTube でもクセ毛の切り方っていろいろ皆さん発信されていて、でどれが正しいのかとか、まあ正しいっていうのは実際ちょっとよくわからない部分もあるんですけども、どういうのがいいのかなっていうのをちょっとこうぶった切りじゃないんですけど、まあ、僕なりにいろいろやってきた部分をちょっと言いたいと思います。でまず結構ですね、クセ毛でよっと、結構ブロッキングを取り、まあポイントで、まあ削ぎ率が少ないやつでこう取っていく、まあ、カットの仕方も一つあると思うんですが、毛量を調節するには非常に有効かと思うんですけど、伸びてきた時にやはりその短い毛が根元からこうバツッといってしまうと、伸びてきた毛がどうしても枝毛になってしまったりとか、この表面のこの面からちょっと削いだ毛が出てしまったりっていうことが、うちのお客様まで、他店で根元から削ぎを入れて、そういうふうに、表面の方にこうパサパサする毛が出てきてしまってちょっと困ってるっていう方が結構いらっしゃったので、まあそういう切り方もあるんですけど、ちょっとそういう形でもなく、あとスライドカットも大体まあ多いパターンだと思うんですけど、このようにこうスライドカットしていきますよね。これもまあ悪くはないと思うんで、中の方の側面をスライドカットしてやっていくんですけど、まあ、結果としてまあ膨れてしまったりとか、してしまいます。あとこのスライドカットのちょっと弱点が実はあるんですけども、皆さんちょっとそれ分かってるかどうかちょっとあれなんですが、スライドカットの弱点っていうのが実はあるんですね。それはどういうことかというと、よく、右側が跳ねるっていうお客様が多いんですけれども、なぜ右側が跳ねるかっていうと、例えばこうスライドカットしたお客様、右側っていうのは、右利きの美容師さんからすると非常にカットしやすいです。で、このように、取ってスライドカットしていきますね。でこれってこのやりやすいスライドカットの角度っていうのは実は前に跳ねさすような角度になってるんですね。実は右側の、人間の体の構造上なんですが、このようにスライドカットを入れていくということは、ここに隙間を空けてこういうふうに曲げるようなカットになってしまうんで、結果右側がどうなるかというと、このままこうやって入れていってしまうと、結果右側がドンとこっちに跳ねてしまって、こんな感じになりやすいです。よくありがち、右が跳ねてこっちがこういう風になりやすい。これは、意外と美容師さんの切りやすい方法で切ってるっていうのを一つの原因でもあるかもしれないですね。なので、スライドカットも、バックの左側を入れる時っていうのが結構問題で、こっちと同じ条件で入れるってなると非常に難しくて、ちょっとこんな感じに、まあ、以前にYouTube にも上げてるんですけど、すごい変な角度でこう入れる必要が出てきますね。これも実際右側で入れてるハサミの位置とかなり違って、実は、下側に
入ってるんですね。これって相当体を頑張ってねじったとしても、毛をこっち側にねじったとしてもどうしても同じ条件で入らないんですね。で、右と左の前から見た時の仕上がりが、実際変わってしまいます。で、今日実際クセを今自然に乾かした状態でかなりも出てるんですけど、まずやっちゃいけないことは何なのかなっていうところからちょっと説明したいと思うんですが、まず伸びてきた時に、まあ、このマリコモデルさんは、もうちょっと長く伸ばしていこうかなと思ってるんですけど、まずこの耳から下の部分ですね、このここです、はい、ここの耳から下の部分ですね、もみ上げと、もみ上げと同じ平行の位置から、もみ上げと同じ平行の位置からぐるっと回した一周のところですね。ぐるっと回したところはあまり削がない方がいいです。ここを削ぐと、僕も結構削いではいたんですけども、ここに削ぎ入れることによって、上の重さが強調されてしまうんで、特にくせ毛の方はここの部分はほぼ削がないで、毛先だけを切ってあげたりとか、結構中の方を削ごうとしてこの辺削いでしまって、上の方が重くなってここが頭でっかちになってしまうことがあるんで、一番ダメなのはここを入れることですね。あとスライドカットの先ほどの改善策としてどうやればいいかっていうと、ちょっとこの R シザーをバルタンという R シザーを使ってるんですが、これを下から入れることによってこのような形ですね、 R 刃はこっちに外側に反り返った状態で入れます。その状態で入れることによって通常のこういうスライドカットより的確に左右同じ位置に入れることができるんですね。例えばこのスライドカットで毛量調節したい場合は、この耳の延長線上のお土産の延長線上は削がないです。で、その上から削ぐ場合、まあ、このように削いでいくんですが、例えば、このような削ぎ方の場合でしたら左右同じ状態で削げますよね。で、これの良さって何かというと、ちょっと横だったりこっちだったり、その癖に合わせて癖毛を取りながらカットしていけるので、こっち側を取ったりこっち側を取ったり真ん中を取ったりっていうその部位によって、できるんで、通常のスライドカットよりも、まあ、うちではスクラッチカットって呼んでるんですけど、このスクラッチカットの切り方だと左右対称に入れることもできて、毛の癖を見ながら、削ぐことができます。ですので下から入れるスライドカットっていうのも一つ、いいと思うんですけれども、これの弱点っていうのは右と左の差が出てしまうっていうところだと思うんで、僕はスライドカットよりこのスクラッチカットをおすすめしたいと思います。あと、大体皆さん気づかれてはいないんですけども、大体じゃあこの髪の毛の中でくせ毛はどこにあるのかなっていう、全体がくせ毛だと思ってる方が多いと思うんですけど、これは実は違ってて、こう毛束を取った時に、実はこの中には1個の毛穴から3本ぐらい生えてるんですね。で、この1本の毛穴から3本生えてるうちの、大人の毛と子供の毛と赤ちゃんの毛があって、その子供の毛と赤ちゃんの毛が結構悪さをしていることが多いです。それが何が悪いかっていうと、毛量、根元の毛量が結構それによって出てるんですね。で、大人の毛っていうのは意外としっかりされてるんで、あまりうねらないです、くせ毛の方でも。で、その子供の毛ってじゃあ何なのっていうことを言いますと、今撮ってますよね、こちらの実はこのカットラインの中にこういう子供の毛があるんです。で、見ていただくと分かるんですが、かなり癖の感じがちょっと違うのが分かるかなと思うんですけど、ちょっとチリチリしてるんですね。で、これが大人の毛になりますね。で、人によって、この毛ですね、これがそうです。
で、これかなり極秘の情報なんですけど、実は薬剤とかをあのプラスして言うと、宿毛矯正をするときにすごい髪が傷んでしまうとか宿毛矯正の時に傷んでしまうとかって結構あるんですけど、その時に皆さん大体このメインの毛を標準として薬剤設定をしてるんですよ。それが問題なんですよ。実はこの子供の毛を無視してるんですね。実はこの毛をに標準を合わせて薬剤設定をしてしまうと、この毛や赤ちゃんっていうのはこの生え変わってるこの表面に出てる短い毛ですね、まだカットしてない毛ですね、これが赤ちゃんで、子供の毛がこちらで、大人の毛がこれです。大人の毛、赤ちゃん、子供の毛、赤ちゃんの毛です。で、これが実はこの子供の毛を考えて薬剤設定をしていかないと、宿毛矯正だったりパーマだったりとかっていうのは意外と綺麗にかかんなかったり、ビビり毛になってしまったりします。実際大人の毛はすごくしっかりしてるけど子供の毛が弱いっていうすごい難しい髪質の方がいらっしゃるんで、そういう方はやはりスピエラと GMT とか、その辺の薬を使っていった方がいいと思います。チオだったり、システアミンの強いものを使ってしまうと結構ビビってしまう可能性があるんで、ちょっとその辺を考えた方がいいですね。で、ただ単純に、はい、根元の量だけ落としたい、根元の膨らみだけ落としたいっていうんであれば、この毛だけを切ってあげると、この大人の毛を残してこの毛だけ ついてあげると毛量は取れるんですね。ですけどこの毛も取りすぎてしまうと、後々伸びてきた時に結構ですね、表面のところから毛が出てきて、枝毛になりやすかったりとかするんで、あまりやりすぎない方がいいです。何年かやってみたんですけど、やはりこの毛もあまり取りすぎない方がいいですね。最小限に付き率が少ないセニングでちょっと取るぐらいの方がいいです。そうすれば大人の毛をメインと考えて、この毛がなくなることによって、薄くなることによって毛量が調節できます。あと大体くせ毛の方のポイントとしては、肩にこう当たってここのボリュームが出ますよね。これも同様に、ここに当たる子供の毛を取ってあげることによって、ここがタイトになりますね。それはどうやって取るかっていうと、このようにちょっとリミューションのパネルを取っていただいて、多分こうちょっと指でですねしごいてあげるとたくさん出てくるんですけど、こちらがこのムラムラムラってなってるのが悪さがする毛です。この毛がこれをあんまり極端に取ってしまうとちょっと危険なので、これが肩に当たってる場合は肩に当たってるどこだけを取ってあげるとボリュームがあまり出ないです。そうすると結構首元がシュッとこう収まった感じになって、こっちに毛が入ってくるんで、意外とくせ毛の方で良くないのはこう外側に広がると頭が大きく見えちゃったりとかしてしまいます。ですのでこれをいかに小さくするかっていうのがポイントで、ここでよく多いのはさっき言ったようにこの耳の延長線上のここを削いでしまうんですよね。ここは削がないでちゃんとボリュームを取っていかないとダメです。ですけどここもボリュームが多すぎるとボワってなってしまうんで、どうするかっていうと、うちの、ダイバルタンっていうのがあるんで、ここの部分の処理の仕方からちょっと簡単にやっていきたいと思います。まず、ここには先ほど言った子供の毛だったりとか大人、赤ちゃんの毛とかいろいろ混ざってるんですけれども、まあ、基本のメインは大人の毛になってますね。で、この子を取っていくんですが、もう簡単ですね。このハサミの先がしまわないダイバルタンでひたすら面をきれいに取っていくことによって、そぎってやっぱり入れれば入れるほど、後でもうデメリットだらけなんですね。だからなるべくそぎ入れない状態で、なるべく少ない削ぎでスタイルを作れた方が絶対持ちはいいんですよね。で、削ぎを入れたらその時はいいんですけど、後々すごい大変になってきたりとか引っかかったりとかするんで、
これは今本当に簡単に、こういうふうに落ちてるんで、落ちてる方向に馴染むようにこういうふうに取ってます。これを例えるとすると、例えるとするとこういうヤスリをこういうかけてるような感覚ですよね。あの普通のペーパーのヤスリをこうかけて面をこう整えてるような感じに非常に近いと思うんですね。なんでヤスリがけみたいな感じです。そしてあのこのハサミによってくせ毛が取れます。でちょっとこちらだけちょっとやってみたいと思うんですけど、このハサミによってくせ毛が取れるんで、あのいろいろですね、あの見てると、あの、まあ、縦にこうハサミを入れて癖を取ったりとか、まあ、いろんな方法があってそれもそれでいいと思うんですけど、まあ、僕もそういうやり方もちょっとやってるとた時もあるんですけど、それも結局ですね、表面の膜から出てきて一時的なんですね。あとね結構困るんですよ。でそこでたどり着いて一番いいのはもう単純にこれが一番いいです。これで、癖を取るっていうことですね。なのでこれはまあ誰でもできるんで、このように癖を取ってあげると結構収まります。でその人の骨格があるんで、この肩のラインの、肩に当たるこの位置ですね、この肩に当たって落ちる、こういうところも考えながら、どこが重いのかとか、どこを取ったらいいのかっていうのを体のラインのボディラインに合わせていきます。ちょっと地道なんですけど、そぎを入れるとすごく簡単なんですが、いかにそぎを入れないでやっていくっていうのがポイントなんで、ちょっと時間はかかって大変なんですけど、地道にこういうふうにやっていくのが持ちもいいし、髪の毛もきれいになるし癖も取れるんで、今これ実はよく考えていただくと分かるんですけど、先ほど見せた子どもの毛のとこだけ選んで切ってるような感じなんで、大人の毛の毛先の量はあんまり変わってないんですね。ということはベースがしっかり重さがあるので、上の頭がでかく見えないっていう感じで、伸ばしててもかっこよく伸ばせると思います。よくくせ毛カットで検索していただいたりとか、そぎの方法とかっていろいろあるんですけど、皆さんやってるやり方は別に間違ってないし正しいと思うんですが、やっぱりいろいろ究極を考えていくと、そぐとやっぱりそのそいだ後のデメリットって絶対出るんで、それをいかに出さないようにしていくかっていうのが、まあ今必要なのかなって思うんで、僕はこういうやり方でやってます。でこれが短いハサミだとやっぱりちょっとできないんで、これはもうあくまでも癖取り用のシザーだったり、宿毛矯正シザー、もしくは髪質の質感調節シザーっていうような名前で、このダイバルタンって7インチのシザーなんですが使っております。で今これ切れてる毛なんですけど、徐々に、まあ、今ちょっと軽くやってみたんですけど、この左右の差をちょっと見たいと思います。違うね、ちょっと待って、こっちの方はツルってこう手触りが、ちょっと触ってもらっていいですか。結構ツルってなってます。あ、そうですね。こっちは結構怖がる。はい、引っかかります。そうだよね。やっぱりこれで、
ヤスリをかけることによって、毛量調節は一切してないんですけど、こんだけ収まればもう正直これでいいんですよね。これ以上のあの削ぎは入れなくていいんで、毛先を切るぐらいでいいんで、余計にこうなんか削いでしまうんでなんか悪くなっちゃう。